本大寺、本大寺、天車、本大寺、皇太極は、清志、後金の第二代皇帝。君主としての称号は、満州語で、スレハン、シュアハン、モンゴル語で、セチェンハーン。皇太極は、皇太子、皇太吉とも表記される。三田村大介は、民の陳人席、三回気分槍町の、朝鮮王朝実録の、人祖実録などを根拠に、本名は、 ヘかんであったとする説を提示している。なお、本体字という単語は上述の通り、皇太子や王、福王などの意味を含んでおり、満州族以外のユーラシア大陸北方遊牧民の間で広く使われた君主号の一種であり、本記事の人物以外にも本体字を名乗った者は多く、同時代だけを見ても複数いる。例えば、本体字の死後、 剣竜邸によって滅ぼされた、ジュンガルの歴代王は、本体寺の称号をなっていた。本体寺は十一歳の時に、聖母の家へなら、陽格なへしゃげしを亡くした。以後、マングル隊、デゲレの聖母のふ茶ゃ、ふさちに面倒を見てもらった。マングル隊は、ヌルハチの逸音なので寸ゃち上げ、サンジェイジーエイジ、ご赤と呼んで敬意を示した。幼少の頃から文武に励み、 記者に熟達し、経典をそらんじ、何事も兄より優れていた。父に従い若い頃から戦場を駆け巡り、裏、カラスヘシャゲ武攻略では6つの城を落とすことに成功している。1615年に、聖白旗の旗主に取り立てられ、1616 16年には、四代、倍六となり、キ金の最高指導者の一人となった。しかしこの頃、ぬる蜂に、 兄への態度が存在になったと叱責されている。ヌルハチの後継者として、長男、中演と次男のダイシャンの二人は外され、その後ヌルハチは正式な後継者を決めなかった。ヌルハチが死亡すると、ダイシャンの品性を、本大寺は批判した。ダイシャンの息子のヨトヤサハリンも、積極的に本大寺に協力し、結果的に、ダイシャンが折れて本大寺が後継者となった。 与党とサハ賀ンの二人は大山の後継者の候補から外されていた。本大寺がヌルハチの後を継ぐと朝鮮がアトキンに背いて新民政策を取るようになった。また民の武将なども積極的に登用するようになった。アトキンは民と断交しているために当然朝貢ができなくなっていたが朝貢の利益はアトキンにとって非常に重要だったので それまでは朝鮮を抜け道として、間接的に民と通称していた。しかし、朝鮮が背いたことによってこの道が断たれ、後金の国内には出荷することのできない人参や、天の毛皮などが山積みになった。この状況を打開するため、1627年1月に宿敵であった円数館と和儀の交渉をした。交渉はうまくいかず頓挫するが、 民には朝鮮を援助する力がなく、本大寺は天佐志元年1627年に、いとこの網、阿秉に3万の大軍を預けて、朝鮮へ遠征させた堤防の役。遠征の結果、朝鮮を弟、金を兄とする密約が結ばれた。同じ1631年8月、金州の前線基地の大篠の川城を攻めた。 それまでは梯子をかけて切り込む作戦をとっていたが、この戦いでは、兵糧攻めを採用した。民軍は、完全に身動きが取れなくなり、敵将、円数官の部下の総こと武器が10月に、清志に投降した。この時、本大寺は、総こと武器を包容して、牢上の苦労をいたわった。本体寺は、応こと武器に、金州城の攻め方を聞くと、自分が投降したことを隠して、 金州城に行き、金軍が攻めてきた時に城内で行うすると提案した。本大寺はそれを信じ、そうことぶきとその弟蘇大学を金州城に行かせた。実はこれは策略であり、本大寺を欺くものであった。ちょうどその頃、毛文流の副将だったアナウトク、高中明は大篠木川城救援を朝廷から命じられた。彼らは毛文流を敬愛しており、 毛文分流を処刑した明に反旗を翻した。しかし、民が察知して逆に撃退され、二人は逃亡した。1633年5月、千数百席と共に二人は清に投降した。本大臣はこの知らせに大いに喜び、彼らに接見した時に包容して迎えた。また1633年10月、毛文分流の復将の、を書柿も基準した。 この三人は大砲、軍船を持参しており、後ン軍の作戦に大いに役に立った。この三将は、朝鮮やイリゼキ戦争でも活躍し、後に王号を授けられて、関山王と呼ばれることになる。しかし敵将、円数官の知るところとなり、敗退した後に関岸を買収して、円数官を中殺させた。西では、モンゴルのチャハル部も、 民と同盟を結び、キンに敵対するようになった。1627年、リンダンハーンがカルカ部に侵入し、内ン部、アオハン部は本体時に助けを求めた、またカラチン部、オルドス部、アバイ部、アスド部など諸部が手を結び、リンダンハーンと戦った。勝利はしたものの報復を恐れた諸部は、本体時に救援を求め、本体時は、万望の連合の名手となった。 1628年、自ら兵を率いた本体寺は、トラド部の軍勢を破った。この年の秋、カラチン部、ナイマン部、アオハン部などの諸部と連携して、シルガ、シベトゥ、タントゥなどに進軍し、大公安令まで勢力が達した。それから数年間にみ合いが続いたが、天差年5年、1631年に、リンダンハーンに勝利した。1632年3月に、 リンダンが民に投降したことを知ると本大寺は激怒し、ドルゴン、アジゲ、ドドウを連れて、ジョーダ、ショーカラスたちにつき、モンゴル諸部の兵と合流して、総兵力は十万となった。しかしリンダンは捕まらず、6月に、新洋に帰還する。その途上、本大寺は、リンダン・ハーンが死去したことを知る。リンダン・ハーンの妻子がいることを知った本大寺は、次に妻子を捕らえようと、 再び兵を進める。ドルゴン、ヨト、サハリアン、ホウゲはそれぞれ番機を従え、一ヶ月捜索を続けた。逃亡生活に疲れた王妃とリンダンの息子エジェイは、元の玉児を本体人に献上して、基準を願った。この基準を喜んだ本体児は、リンダンハーンの罪を許し、エジェイを外反親王に封じた。民の清領をもって、を制するは挫折した。 また1635年、天川などの産物を徴工する国旅高下流地域の部族に兵を派遣する。1636年、本大寺は玉樹を手に入れたことを機に、満州族、漢族、モンゴル族の山族から衰退を受けた。すなわち、藩、国王から正式に皇帝となり、国王を大清国、デイシンググルンとし、合わせてストックと改言した。 ヌルハチは、金国の最高を目指したが、すでにその金国より広大になっており、単なる後継国でないことを内外にアピールする、狙いがあった。また、女神という故障から満州へと変更した。本大寺は、北京を攻略することは今はできない。北京攻略は大寺を切り倒すように両端を覆うので、切り込んでいく。そうすれば、大寺も倒れる。と言い、目標を分から。 朝鮮に変更する。1637年12月2日、本大寺の皇帝即位を認めないことを朝鮮は表明した。朝鮮人は女神を政治、経済、文化が朝鮮より遥かに劣る野蛮人と認識していい。本大寺はモンゴル人やアナウトク、コーナカーキラの諸将と共に総勢12万の軍勢で申請した。新軍は次々に新軍して、 朝鮮国王の陣祖がいる南関山城を包囲した。城にはわずか一万二千人しか兵士がいなかった。王を救出しようと援軍が送られたが、その都度新軍に撃破された。城から出撃したりもしたが、成果は上がらなかった。本体寺は降伏を呼びかけ、陣祖は1月29日に降伏した。裏南の壇上に座る本体寺に、陣祖は三気球高騰をした。 この戦いを日のエネの役と言い,い、朝鮮と民の作法関係を立つことに成功し、朝鮮を真の作法国とした。1636年8月12日、新軍は民に再び攻め入る。アジゲ、アバタイに命じて、館内に攻め入らせた。この時、ドド、ドルゴンに山海艦方面を攻撃するように見せかけて、民を引きつけ、アジゲ、アバタイは、 独石口から艦内に、遠鏡、巨洋関、小兵を襲撃した。しかし北京攻略の意図はなく、8月末に帰還した。民の兵部所書り、大鳥翼と戦大層徳張のべむは、この戦いの責任を取り自決した。1638年8月から翌年3月まで、7ヶ月間、ドルゴン、方家、アバタイの左翼軍と、与党、 とどの右翼軍が艦内に襲撃した。この時、密運送督ククレア公が追撃して、逆に戦死した。アキラはこれに慌てたが、主戦派と和平派で真っ二つに分かれ、効果的な対応を決められないまま戦局を悪化させた。11月、カヤ城の戦いで、孫正州が戦死した。12月にふと艦、後期戦も艦軍として出撃したが、なすところなく逃走した。 主戦派リーダーの露蔵省五戦は、コロクで古軍奮闘したが、殲滅された。コロクは、北京南方にあり、新軍はここまで奥深く攻めた。1月、三島省の林清、災難を攻撃した。災難では、徳王州吉クルルを捕らえる。この戦いで20万人以上の捕虜を得た。1641年、新軍は、金州城を再び攻める。 この戦いは補給線を保つために、両政を一掃しようとする本格的な、明生罰だった。金州城の政界権は民にあり、まだ余裕があったので、大し川城と同じように包囲戦を敷いた。この戦いは、穴うとく、高中秋の、関三王の部隊もいた。また、清を欺いた総戸武器が首相であり、本体児と因縁があった。金州はうし、と数は、 理事制と争っていた、交渉中を呼び出し、新軍を撃破するように対名を下した。交渉中は8人の総兵と13万の軍勢を、率いて、金州城に向かった。交渉中は時給戦を提案して自分勝手な部下たちを説得した。しかし朝廷は長期間賄える食料がないことから、短期決戦を要求する。交渉中は憤慨したが、 皇帝の命令なのでしぶしぶ従った。くしくも、サルフの戦いのと同じ失敗をしてしまう。短期決戦を選んだ、交渉中は、筆下三島に食料を置いて、兵には軽装させた。これを察した本大寺は、峠とアジゲに五千の兵を引きさせ、食料を焼いた。清はこの大軍に、金州松山、安津山、などを、すっかり包囲した。この頃から、 本体時の体調が悪くなっていった。交渉中は決戦を主張したが、部下は包囲を突破して再び立て直すべきと主張し、実行した。しかし包囲は固く失敗する。その後将軍たちは逃げ出し、5万人以上の死傷者を出した。五三家は年延に戻り、交渉中は何とか松山城に帰還したが、兵は一万足らずだった。 本体寺はこのチャンスを逃さず、松山城を攻めたので、交渉中はいよいよ追い込まれる。清には、総こと武器の息子祖家宝が、旧地の中である夏聖徳に、円数官の例を出して説得した。夏聖徳は1642年2月、自分の息子を本体寺に預けて投降する。2月21日、真の攻撃に夏聖徳が交往したこともあり、 松山城は落城して、黄昌中が捕らえられた。捕らわれた、黄昌中は清氏に反抗したが、本大寺の寛大な態度に、心を動かされ、彼に忠誠を誓った。本大寺はこれに喜び、黄昌中を交流した。黄昌中もこれに応えて、真の遺跡に貢献し、安し南王に封じられている。松山城が落城したことで完全に孤立した。 金州城の総古とぶきは、息子の説得もあり投稿した。本大寺は一度裏切った。彼を許し、政権が立つようにした。交渉中や、総古とぶきを徴用したことは、明への政治的影響力が強く、その後は、民の交換が基準することが増えて、反心感情も和らいだ。新軍内部では一気に、ネイ炎上を攻めようとする意見が多くなるが、 本大寺は兵を休めつつ朝廷に揺さぶりをかける方が良いと考えた。1642年、アバタイが大将となり、満州、モンゴル、漢の山賊からなる大軍を率いて、再び新軍は艦内に入った。本大寺はアバタイに対して農民軍と命への対応を指示した。そしてアバタイは岩門関を攻撃して、 白東高と白高温の部隊を打ち破った。その後、川崎を攻撃した後にふすま修符を攻略した際、首位ハイラ将及び、監視数千人を虐殺した。1643年5月、大量の捕虜と戦利品と共に、信用に外旋した。アバタイが外旋して3ヶ月後、東北部を完全に掌握した本体時であったが、 1643年8月9日に青年宮で倒れ、急死した。51歳であった。死因については、脳出血などの疾患によるものだったのではないかとする、研究がある。遼寧省信用市の北にある、明良寮に葬られた。民に習って六部を創設し、肝心官僚を登用することで、それまでの部族連合体から中華的な、 中央集権帝国への移行を目指した。さらに上下の等級制度や、遺憾の区別をつけるように奨励し、儒教を学び、内秘書院大学士、半文ほどなどに、講師や孟子を祀らせ、裁問を書かせた。また、騎馬民族の慣例であるレビラトコン、兄が死ぬと兄の妻を、弟がめとるや義母をめとることを禁じ、厳罰化した。巡視の教養も廃止された。清市は、 捕虜や連れてきた農民に耕作させる、農土性をとっていたが、本大寺はこれを改良して、自立した農民を増やした。本大寺は農業を奨励し、農業の妨げとなる建築や補修を規制した。また、貴族たちに勝手に農民を使役することや高狩りで、田畑を荒らすことを禁じた。農民には、工牛や農具の支給もした。さらに、 農民三人に二人は兵役を免除するなどして生産は向上した。その結果商業や手工業も発達した。市場では蜂蜜や人参と民の布地や日用品と交換された。本体時は農業生産や経済力を身につけ民との決戦に備えた。一方で漢人は最下層であり農作物は女神人の手に渡り財産も 最小限に抑えられ、死ぬと家族は相続できなかった。外交面は、父ヌルハチより柔軟な考えで、民の信を受け入れ、皇帝は序盤には和平工作もしている。天佐都市6年、1632年、本大寺は、通る会に命じて、満州文字を無県点文字から有県点文字に改良した。本大寺は、いとこの阿民に、朝鮮へ遠征させ、 朝鮮を弟、金を兄とする密約を結んだ。アミンは自身を外反の王にするよう申し出たが、自らの力を弱めることを恐れた本体児は、これを断り叱責する。またこの頃から、アミンに対して警戒を強める。帰国したアミンは本体児によって遊兵された。アミンはもともと、ヌルハチの弟シュルガチの息子である。ヌルハチの実子たちの方が当然立場は強い。 しかし本大寺は、アミンにも容赦はしなかった。罪状は分派活動したこと、訓明に従わなかったこと、衛兵などを放棄して、漢人を虐殺したことである。アミンは10年後に死亡する。この採決に、他の兄たちは、恐れ、女神伝統の合議性は崩れ、本大寺の独裁色が強くなっていく。1629年、本大寺は、兄のマングル隊と、 関係が悪化する。入ゼ関戦争の時シャ山とマングル隊は撤退を提案したが、本隊寺は拒否した。この時は、他の諸会直が本隊寺に賛成したのでことなきを得たが、マングル隊は弟が尊大な態度を取るようになったことで不満を募らせた。1631年8月、大篠下川城でマングル隊は、 自分の軍を補充するために立て直してほしいと申し出たが、本体寺はマングル隊の戦闘が悪いと非難した。この言葉に激怒したマングル隊は刀を抜こうとした。弟のデゲレが押しとどめ、爆車の外に連れ出した。この時の処罰は軽く、家僕の没収のみで済んだ。その処分から9ヶ月後にマングル隊は死亡した。1635年。 マングル隊の歌目である連戦には、マングル隊は弟デゲレ、妹マングジ、妹の夫サロムと共に謀反を起こそうとしたと告発し、さらに幽閉中のアミンと連絡を取ったとも述べた。本隊児は、マングジとマングル隊の息子、エビルンを処刑し、マングル隊の聖妃や子供、デゲレの子供は庶民に落とされた。マングルタイの聖妃は本隊児が子供の頃の面倒を見ており、 本体児に対して、恩知らずと罵った。以上5人は、ストック年間に、本体児が皇帝に即位して建てた皇妃。いずれもモンゴル族出身。ストック年間以前に別していた、着帝には、以下の2人がいた。その他、楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。